んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは変われない自分を滅ぼすです。あなたは変わりたい変わりたいと思っていませんか？その原因はもしかすると家族の誰かに苦しめられているからかもしれません。わがままで働かない息子、わがままに泣き続ける幼児の娘、それにほとほと手を焼いていて、何度も何度も何とかしたいと思ってすでにカウンセリングを受けたりしたかもしれません。それでも問題が解決しないとしたらどうしてでしょうか？あなたがわがままな人に苦しめられるとしたら、あなたの中にもわがままな人を引き寄せる原因があるんです。それに気づいていますか？つまりあなたはカウンセリングに行って原因の説明やすべきことの指示を受けたかもしれませんが、結局聞いていないんです。あなたの中のわがままな意識が、そんなはずない、私は悪くないと言い続け、原因を認めず、時にはカウンセラーのことを悪く思ったりすることもありますよ。あの人は分かってない、私にこんなひどいことを言った、そしてカウンセラーが間違っていることを証明してやると心の中で思っていて、カウンセラーに負けたくなくて反抗しているんですね。こうしていつまで経っても自分が変われず、わがままな家族も治らない。これはカウンセラーに対してだけではないです。もともとあなたの親、あなたの妻または夫に同じことを言われているかもしれません。でも自分が負けるのが悔しくて、いやそんなことでよくならないと証明したくて問題を作り続けている人がとても多いんですよ。あなたは本当に問題を解決したいんですか？それとも人のアドバイスで問題が解決する方がもっと嫌なんですか？今日の誘導瞑想はあなたの心の中の究極の原因に迫ります。この誘導瞑想を聞くときは、あなたがわがままな家族に苦しめられてとても辛いという状態を思い出しながら聞くととても効果がありますよ。ではいつものように目を閉じて子どもの自分をイメージしてください。この誘導で一番いいのは3歳をイメージすることですが、難しければ6歳でもいいですよ。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。では目を閉じましょう。あなたは今自分を変えたいと思っているんだね。自分がわがままな人に苦しめられて、何もかも思い通りにならなくて、怒りが爆発する日が続いているよね。でもなかなか変われなくて苦しいんだよね。辛いね。どうしたらいいかわからないね。本当はこの苦しい状況から抜け出したくて、自分でいろいろ考えてみたり、良いアドバイスをくれる人もいるけど、結局その通りにはやらなくて、頭の中ででもって言っているよね。それはわかるけど、でも私の場合はあれが、やってみたけどやっぱりダメだったよと、外側の問題や過去の失敗を持ち出して言い訳を続けて、人のアドバイスもその通りにやらないよね。それで抜け出せないんだよね。そして苦しい日々が続くから、周りの人に八つ当たりして、心の中ではいつも誰かがずるいとか、あいつがバカだとか思っているんだよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたがそんなにも頑固だから苦しい日々から抜け出せない、それでも生活はしないといけないから苦しいよ。だからあなたに教えに来たんだよ。あなたは自分が人の言葉に従うと
負けた気がするから従わないんだよね。相手の言葉を受け入れて従うと、相手が賢くて自分が恥をかいたように思うから受け取れないんだよね。バカにされたと感じるんだよね。とんでもないボス猿だよね。結局アドバイスする人を見下しているんだよね。あなたの回答は不十分、もっと他の回答を出してよと思って結局従わない。そうやって自分のための回答は自分しか出せないようにしているくせに、ボス猿の自分には絶対に回答が出せないんだよ。なんてわがままで傲慢なんだろうね。だから周りに同じようなわがままで傲慢な人が現れて、あなたを苦しめるんだよ。一体自分にどれだけの人生の知恵があるのかな。あなたは人を幸せにするための判断をどれだけしてきたのかな。あなたの自分が正しいという思いは全くの幻想で実績がないよね。その結果こんなに辛い思いをしているんだよね。そのくせまだ誰か助けてって思ってる。本当は私はこんなに辛い思いをしているって訴えて話を聞いてもらいたいだけなんだよね。泣いて感情だけ出して優しくしてもらって、結局人の言葉にはやっぱり従わない。それじゃあいつまでも成長がないよ。時間が無駄になるよ。それは一番嫌でしょ。あなたはわがままな人に自分が苦しめられてるって思ってるけど、本当は自分のボス猿みたいなわがままさに苦しんでいるんだよ。だからちゃんと負けを認めなさい。自分のボス猿のようなわがままさに気づいて、それを滅ぼしなさい。ボス猿は負けたんだよ。そして人の言葉を受け入れなさい。言い訳はもうやめて、その通りにしなさい。恥をかくと思い込むわがままで傲慢な自尊心なんか、何の役にも立たないどころか、自分の首に絡みついて首を絞める縄のようなものだよ。それがある限り、あなたは苦しむよ。だから、バカな自尊心は捨てなさい。わがままをやめなさい。人を見下すのはやめなさい。人の言葉に従いなさい。あなたよりも人の言葉の方が正しいと認めなさい。そしてその通りにやりなさい。あなたがそうすれば、あなたを苦しめる人もあなたの言葉を認めるよ。あなたをもう見下さないで、あなたの言葉が正しいと認めて自分を直すよ。それはあなた次第なんだよ。だから自分の負けを認めて、相手の言葉を受け入れなさい。素直に負けなさい。大人の自分はあなたがそこから抜け出すのを待っているよ。あなたにはできるよ。待っているからね。